皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日は冒頭見ていただきましたように551蓬莱さんですよ。名人が仕事の帰りに買ってきてくれました。というわけで今日は551蓬莱祭りで、こんな感じで早速始めていきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。行きまーす。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、うまい。めっちゃ冷えててめっちゃうまい。そんな感じです。はい、そして今日の一品目はこれ、ゆうちゅうシューマイっていうめっちゃ珍しいシューマイみたいですよ。これは551蓬莱さんでも年に春と秋2回しか販売しないという期間限定のシューマイみたいです。めっちゃ豪華らしいよ。では開けていきましょう。はい、開けましたよ。まあ見た目はね、普通のシューマイと何ら変わらないですけど、中にねホタテの干し貝柱が入ってるらしくて、なんかすごい貴重らしいですよ。貴重っていうか高いらしい。高いっていうか値段もこれ結構するんですよ。これ一箱でね、まあちっちゃい箱ですけど880円しますからね。まあ16個入りやからね。では早速食べていきたいと思いますけれども、ただねこれテイクアウトしてきたんで冷めてるでしょう、せっかくいいシューマイやからね、これレンジでチンするのもあれなんで、また今日も出てもらいましょう。はい、今日も出ました、屋台横丁さん。屋台横丁で炙っていただきたいと思いますよ。まあ焼きすぎないように炙る程度だけでいきますよ。はい、では温まってまいりましたので乗せていきます。あんまりいっぱい乗せるとね焦げてまうからね、だから少しずつ炙っていきたいと思いますよ。俺の分と嫁さんの分2個ずつね。サルちゃんの分はありません、食べれないから。では少々お待ちください。はい、そろそろ温まってきたみたいなんで早速食べていきたいと思いますよ。まずはこのまんま何にもつけずにいただきたいと思います。結構熱なってる感じやね。いただきますよ。はい、ホタテの干し貝柱、なんか食感がいいね。そこだけシャキシャキした感じで、それと豚肉の旨味もすごい。めっちゃビールに合う。はい、さらにもう一個いただきますよ。これは一旦お皿の上にのして、そして付属でねこれくれてるんで、からしをのして食べたいと思います。はい、季
節限定のシューマイにからしをつけていただきます。絶対うまいやろね。はい、うん、うん、からしつけるとやっぱりうまさ倍増するね。そんな感じです。はい、そして次はですね、エビシューマイですね。まあこれは551の看板メニューのうちの一つですよ。これ美味しいから俺も大好き。早速開けていきたいと思いますよ。はい、開けました。さっきのシューマイよりか明らかにカラフルで美味しそうやね。まあ数はね、さっきのよりか4個ぐらい少ないんかな。1箱12個入りです。お値段ももちろんその分安くって、1箱600円かな、12個入りで。これもやっぱり屋台横丁で炙っていただきましょう。はい、シューマイ、これ綺麗なシューマイやね。いい感じの色がついてて、やっぱりピンク色なのはエビ入ってるからやろうね。またまた1人2個ずつ食べるように4個炙りますよ。はい、炙れてきたんでいただきたいと思います。ではこれもまずは何にもつけないでいただきます。はい、うん、お、うまい。エビプリプリやね。ほんとこれは間違いなし。そんな感じです。はい、そして次はお皿にとってさっきのからしつけていきたいと思いますよ。やっぱりね、シューマイもからしつけるとうまなるからね。はい、いただきます。ビジュアル的にもいい感じやね。はい、うん、ビール継ぐの忘れてちょこっとしかなかった。うん、エビプリプリでうまい。そんな感じです。はい、次はこれ。これって何かわからないと思うから開けてみましょう。はい、開けました。これは甘酢団子ですね。ちょっと蓬莱の甘酢団子って俺食べたことないからちょっと楽しみ。これもう冷めてるから屋台横丁で一回焼いてみようかな。では少々お待ちください。はい、これって炙って食べていいものかどうかもよくわからないんで、とりあえず俺の分と嫁さんの分一個ずつにしてみよう。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じなんで早速いただいてみよう。これ炙っていいとかどうかわからんけど熱なったよ。熱なったらうまなる、そんな感じがする。俺の辞書にはそう書いてある。いただきます。はい、うん、うん、
この団子めっちゃうまい。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、そして2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりちょっと苦くてうまい。はい、そしてさらにこの甘酢団子いただきますよ。これさっき炙って食べて美味しかったけど、これね、まあこの味やったら炙らんでもいいかもしれないって俺の心の声が言ってたよ。それでこのまんまいただきたいと思います。いただきます。はい、いただきますよ。これね、ワンパック10個入って350円、安いと思うよ。いただきます。うん、うん、これは素晴らしい味やね。焼いても焼かなくてもめっちゃうまい。そんな感じです。はい、そして次は551蓬莱の一番の人気メニュー豚まん。これほんとうまいからね。ではちょっと開けさせていただきますよ。はい、では開けさせていただきます。はい、551蓬莱のめっちゃうまい豚まん。これね、やっぱり焼くわけにもいかないんで、この場合はちょっとレンジでチンしてきますよ。少々お待ちください。あ、今名人がレンジでチンしに行ってくれてますよ、キッチンに。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。やーちんさん、これはいつもの喉越し生ですよ。キリンのやつね。これどうしたかっていうと、もちろんいつもそこに座ってて、今豚まんをチンしに行った豚まんみたいな顔したおばはん、あのおばはんにもらいました。今日ね、あの先ですけど、サルちゃんが、キャー苦いビール飲みたいなーって言ったら、おばはんが、あん、お前にはこの苦くないビールがあるやろっていうことで、無理やりグイグイ押し付けてきましたよ。まあ、顔も怖いんで、ちょっとおしっこちびりかけてるんで、まあ、はい、わかりました。じゃあ、そのいつものノルマの喉越し生いただきますよって言ってもらって今飲んでる、そういうわけです。まあサルちゃんはこの喉越し生も好きやからね。でもたまには苦いビールも飲みたい、そう言いたいわ。おばはん今おれへんから言ってんねんけどな、おばはんは今豚まんをレンジでチンしに行って豚まんみたいな顔になってる、そういうわけです。ということで今日もノルマの喉越し生を飲んでいるサルちゃんです。以上。そうやったんやね、サルちゃん。まあただ豚まん顔問題については俺はちょっとノーコメントにさせていただくよ。
と言ってたら豚まんが温まってきたんで早速いただきますよ。はい、いよいよ出ました、551蓬莱の豚まん。めっちゃ湯気立ってるね。見えるかどうかわからんけど、とにかくこれはうまいよ。まあもちろんこれもね、からしつけて食べるのが一番うまいと思うけど、まずは何にもつけないでいただきます。はい、ちょっと熱々やね熱っ熱っ、ちょっとやばいけどいただきます。はい、まずは何もつけないでいただきます。めっちゃ手が熱いいただきます。うん、ああ豚肉が中のやつ甘い、めっちゃうまい。さすが551蓬莱さん、手がちょっと低温やけど気味やけど、とにかくうまい、そんな感じです。もちろんビールに合う、ほんとこれやばいよ。はい、そして今度はこのからしをつけていただきます。これからしつけるとさらにパワーアップしてうまなるからね、これやばいよ、ほんとにいただきます。551の豚まんは間違いなし、本当にビールが進むか、そんな感じです。本当551の蓬莱さんやっぱりうまいわ、うん、さすが大阪が世界に誇る中華の店、そんな感じやねようわからんけど、とにかくうまいと言いながら、ふと時計に目をやると、少々やばい時間なりつつあるよ。ということで今日もこの辺で終わらさせていただきたいと思います。そしていつものように野菜ジュースありますけど、手が届かないところにあるんで、ありますあそこにあるんです、あそこにね、はい、そして R1 もあります、あるけどあそこにあります。それだけ言って今日はここまでと言いたいところですが、コメントとグッドボタンもお願いします。そこまで言ったら今日はここまで、残念無念、また次回も見てね、よろぴくー。